はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじきょうチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、早いもので2023年も残すところ1ヶ月を切りましたね。はい、皆さん多分ウィンターセールに向けて、ゲーム調べておられたりウィッシュリストに入れておられると思います。で、それはそれで多分準備としてかなり進んでおられると思うんですけれども、同時にね、2024年の新作も気になっておられると思います。一体こうどういうゲームが今後出るのか、その新作をチェックしたいと思っておられると思いますので、今回はちょっとね、先取りして2024年に発売されるゲームを皆さんと一緒にチェックしていきたいと思います。はい、そのね、調べ方なんですけれども、この新作を調べただけでは、この新作というのは、まあ、もうすでに発売されているゲームしか調べることができないので、ここですね、話題の新作売上トップ、人気の近日登場、まあ、ここの、カテゴリーを見る必要があるんですね。で、今この出ているのはこの人気、つまりウィッシュリストにみんながたくさん入れているものの中からこうピックアップされているので、全て調べることはできません。で、この近日中リリースっていうところをクリックしていただいて、はい、全ての近日中リリース、まあ、ここを、チェックすると、発売されるもの、もう発売が決まって Steam ページが出ているもの、まあ、もちろんね、Steam ページまだ登場していないものもありますので、全てではありませんが、もうすでに Steam ページが登場している、近日中リリースを調べることができます。もちろん今年の12月、今日以降ですね、まだリリースされているようなものが入っているので、2024年1月からの分を調べる必要はありますけれども、はい、とりあえず、今回は人気の近日中リリースから、ちょっと調べてみました。で、自分の Steam おすすめサマリーという、まあ、サイトがあるんですけれども、そこにちょっと Steam で発売される2024年のおすすめ新作ベスト30ということで、人気の近日登場の中から、そのゲームをピックアップしてみました。はい、で、1月から3月まで発売日が決まっているものを順番に紹介してみようと思いますと。はい、かなり、良い作品が揃っているということで、まあ、もし気に入ったらウィッシュリストに入れましょうということで進めています。はい、1月2月3月で発売日が決まっているものでもうすでに30作品あって、しかも、この発売日が決まっているものの中には、さっき言ったように Steam ページが登場していないものもありますが、今回はもうすでに Steam ページが登場しているものに限るので、この30作以上の新作が1月2月3月に出ると思っていただいて間違いないと思います。はい、早速ちょっとざっと見ていきたいと思いますね。はい、ウォーホスピタル、はい、1917年第一次世界大戦の西部戦線で元衛生兵のイギリス軍少佐ヘンリー・ウェルズとなり、野戦病院の指揮を行う見下ろし型リアルタイムストラテジーと。で、ここのリンクを踏んでいただくと、ページが登場します。1月11日発売ですね。で、このウィッシュリストに入れましょうと。はい、そしてフォローしておくと、その人気の、近日登場に出やすくなって、みんなが注目しやすくなるという効果もあります。で、この、ゲームの発売が来るとそのメールで知らせてくれたりするっていうのもこのフォローするといい点ですね。そして、この開発者がこのゲームに対して、通知をすればそのニュースを見ることができると。はい、そういう仕組みになっております。はい、どんどん行きましょう。はい、桃ドラもね、新作が出ます。はい、3の世界から5年後が舞台の美麗なピクセルアートと爽快アクションが特徴的な 2D 探索アクションと、はい、なってます。はい、桃ドラ月影のエンドロールというゲームで、これはプレイズムさんのね、ゲームですけど、非常に丁寧に作られているアクションゲームということで、もう前作評価が非常に高い作品なので皆さんも注目されていると思いますが、はい、これが1月11日に発売されます。はい、そして16日、アーロインザダーク、
はい、人気サバイバルホラーのリメイク作ですね。1992年にフランスで発売されたものですけども、アローン・イン・ザ・ダークが、リリースされますね。はい、カルトホラーになってますが、まあ、ホラーゲームが好きな人ね、チェックですね。 THQ ノルディックパブリッシングです。はい、そして、ニューサイクル、はい、ポストアポカリプス的な近未来を舞台にしたサバイバルシティビルダーゲーム、そしてエンスローディっていうかな、はい、消滅の危機に瀕した種族フレームボーンの生き残りが、武器や食料などをクラフトし生き残りを目指すサバイバル性の強いアクション RPG と、はい、これも、この間のねインディーライブエキスポで紹介されたゲームですね。はい、インディーライブエキスポっていうのはプレイズムさんが主催しているこうインディーゲームを紹介する、イベントで、もうかなりの年数が経ってますね。もう3年ぐらいやってるのかな。はい、あの毎年季節ごとに、やっていて、まあ、今回ウィンター2023でまた、紹介されているので、インディーライブエキスポで検索していただくと YouTube ライブを見ることができます。そこでねインディーゲームが100以上紹介されているので、まあ、そういうところもね新作をチェックする助けになると思いますが、はい、なかなか面白そうですねこれね、サバゲね、バルヘイムを思い出させるような、バルヘイムだったっけ、はい。そして、アンダーナイトインバース2、はい、シリーズ、稼働から10年が経ったシリーズの7作目として初のナンバリングタイトルということで、はい、2が出るということですね。はい、2D アクションのアークシステムワークさん、はい、パブリッシングのゲーム、これが25日にリリースされますね。はい、そして、このあたりすごいあのナンバリング出るんですけどね、ナンバリング看板タイトル続々登場、1月と書いてますけれども、はい、逆転裁判驚きコレクションというのかな、はい、逆転裁判のね C56 がセットになったものが25日に出ます。はい、そして龍が如く8ですね。はい、これも実はスチームページ来てますすでに。はい、セガパブリッシング、この間ね龍が如く名を消した男も出ましたけれども、はい、来月も新作出ます。そして鉄拳8も、1月末に出ますね。はい、3D 格闘ゲームの最高峰鉄拳シリーズナンバリング最新作になってますね。はい、26日、はい、これももう予約購入をねすることができて4万人以上のフォロワー、まあ、これあの Steam データベースのねアドオンを入れているんですけれども、はい、それを入れていると、まあ、どれぐらいフォローされているかっていうのも分かります、世界中でね。はい、まあ、こういうゲームたちが出るのが1月ですね。はい、繰り返しになりますけれども、日にちが決まっていて、しかもスチームページがあるものに厳選しても、はい、これだけの新作が出ますね。はい、そして、2月は和芸新作ラッシュの予感ということで、はい、グラブルファンタジーリリンク、呪術廻戦もね実は2月2日に出るということで、どういう感じになるんでしょうね。まあ 3D 格闘アクションになっているので、はい、バンナムさんのタイトルになっていますが、これも楽しみですね。はい、3183人のフォロワーですね。はい、そしてペルソナ3リロード、ペルソナ3の根幹そのままに操作性の向上、グラフィックを一新してより遊びやすくなっているタイトルとなってます。そしてスーサイドスクワットキルザジャスティスリーグ、これは、まあ、バットマンが主人公のオープンワールドアクションアドベンチャーということで、まあ、洋ゲーになるわけですけれども、はい、これもリリースされますね。はい、これもね格闘アクションみたいな1対1の戦闘を軸とした、まあ、オンライン協力プレイもできる、なかなか面白そうな TPS ですけど、壁よじ登り、はい、そして、東京弾幕神楽ファンタジアロストという2022年にサービスを終了したスマホゲーム東方弾幕神楽をリビルドしたスタンドアロン版、はい、こういうのもありますよね。スマホでサービスが終了してしまったけれども、また他の媒体で復活するっていうね、
はい、これもインディエキスポで紹介されてました。また後でご覧になってみてください。はい、そういった作品がどんどん出ます。はい、スレイブゼロ X、 カニの喧嘩もね2が出るということで、はい、話題になっております。2月13日ですね。はい、そしてガーデンライフという、はい、これね、なんか庭作りができるシミュレーター、これもなんか牧歌的で癒される感じでいいんですよね。はい、なんかね、もう PV から雰囲気が伝わってきますよね。はい、これもなかなか良作な予感がします。はい、そして、まあまた後でご覧になっていただければと思いますけれども、はい、3月、はい、ドラゴンズドグマ久しぶりに続編ということで、はい、まあ、その前にホームワールド3もね、ようやくここにラインナップされたかという感じですね。ホームワールド3、はい、戦術的で美しくオリジナリティあふれる、GOTY 受賞 SFK リアルタイムストラテジーホームワールドの最新作ということで、これもね早くからもうリリースされるってことが決まっていましたが、はい、61,932 のフォロワーがいると、はい、人気のナンバリング作品になってますね。 SF ストラテジーですね。はい、またスターフィールドとはまた違う宇宙の旅を楽しむことができるという感じです。で、ドラゴンズドグマ2ですね。はい、シングルプレイでありながら他の誰かと冒険する楽しさが味わえるポーンシステムを特徴としたファンタジーアクション RPG と、はい、なっております。はい、ドラゴンズドグマももう予約購入が始まっています。3月ね22日とまだちょっと先なんですけれども予約購入が始まっています。はい、そして、予約特典もあるのでね、まあ、こういうのが結構貴重ですよね。はい、デラックスエディションもあります。日本ゲーム大賞受賞してますね。はい、ぜひ興味がある方はウィッシュリストに入れてみてください。そしてレジェンドオブレガシーのリマスター版も、この時期に出ますし、3月28日にはねウィーニングポストの2024年版が、リリースされます。これは、ウィーニングポスト10をベースにして、24年版としてブラッシュアップしたタイトルになりますね。はい、競馬世界に生きる馬や人々とのドラマを体験する本格化競馬シミュレーション最新作となってます。はい、今ちょっとざっと見ていきましたが、かなりね和芸洋芸含めてこの1月2月3月あくまでも発売日が決まっているものですが、リリースされることが分かります。そしてさらに、まあ、調べたいと思われるのであれば、まあ、ここからずっと、まあ、適合性でやると、まあ、12月5日から、出る、明日以降に出るタイトルがずらっと並ぶんですが、はい、こうずっと送っていくと2024年さっき紹介した、ゲームたちがこうあるわけですね。2月1日、ただこう1月とかねまだ発売日が決まっていないタイトルもこうやってチェックすることができます。はい、2月ですね。はい、この2月にリリースする発売日が決まっていないタイトルも結構あります。はい、話題のゲームたちが揃っています。あくまでもこれはウィッシュリストに結構みんなが入れている人気近日中リリースなんで、まだこう目立ってないゲーム、こうSteamページ登場したばかりのゲームなんかここに含まれていないので、はい、全ての近日中リリースをチェックすると、まあSteamページが登場している分に関しては完璧にチェックすることができると思います。そして、第一四半期というこの呼び名、つまり1月から3月までかな、はい、まあ、そういう呼び名で、まあ、いつ出るか分からないですけど、年の前半に出ますよっていうところもこれね、ピックアップされているので、まあ、とにかくそういうものの含めると新作めちゃくちゃいっぱいあるので、この人気の近日中リリース、ぜひ自分も割と定期的に見てるんですけれども、ご覧いただければなと思います。はい、ウィンターセールが近づくので、またなんかいろいろ考えながら、コンテンツ作っていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして高評価お願いしたいと思います。ユーロでした。バイバイ。